絶景で神コスパ、海と桜が見えるキャンプ場、四本堂公園キャンプ場のご紹介です。今回は海と桜が見える、かなりコスパがいい、長崎県西海市のですね、四本堂公園キャンプ場をご紹介したいと思います。四本堂公園キャンプ場は長崎県西海市にある四本堂公園というですね、公園の中にあるキャンプ場です。大村湾の海が見えて綺麗ですね。ただ夏はですね、ここでは海水浴はできませんのでご注意ください。しかもですね、春はですね、もう桜が満開なんです。綺麗。というわけで、海をバックに桜が撮れる、インスタ映えするキャンプ場なんですね。はい、しかもですね、神コスパで、一泊、宿泊、デイキャンプ、同一料金なんですが、オートキャンプ場3,140円、一般キャンプ場1,040円と格安なんですね。移動時間はですね、福岡から、高速を使って約2時間ぐらいです。到着前にローカルスーパーによることを考えると2時間半見ておくといいですね。ローカルスーパーのすすめ、遠出のキャンプの場合はですね、地元のローカルスーパーに旬のもの、地のものが置いてあることが多いので、キャンプ前にローカルスーパーに行くことをおすすめします。はい、うちはですね、西海市に入ってすぐの、トト市場に行こうと思ったんですが、車の量がですね、ちょっと多くてちょっと挫折しました。というわけで、エレナ西海店に向かいました。四本堂公園キャンプ場に到着です。はい、キャンプ場の受付は、入ってすぐのですね、建物が管理棟になります。こちらに車を止めてですね、受付を済ませましょう。キャンプ場に着きましたらテントの設営です。テント設営時間ですね、だいたい30分から1時間ぐらいでしょうか。我々はですね、冬以外はこのクラシックなですね、コットンテントを愛用しています。ポールの数が少なくてですね、2本のバーのみを立ち上げて設営するっていうスプリングバー方式っていうテントになります。コットンテントなので重量がですね、35キロ弱と重いんですが、やっぱりテント設営がですね、早いテントってすごく便利です。ランチはエレナ西海店で買ったお刺身で海鮮丼です。サーモンが人気なんですけど、長崎はですね、やっぱりハマチがうまいんです。まあ誰も聞いてなかったんですけどね。スーパーで買ったものでサクッとランチを終わらせると楽ですね。全体マップを見ると、ふれあい広場と駐車場、この間に遊具があるんですね。これは楽しい。ふれあい広場からですね、お茶の水っていうところに降りると、海が荒れてない時はですね、海沿い散歩が楽しめます。ちなみに、キャンプ場のですね、下側の一般サイトの方からもこの海沿い散歩の道行けるようになってます。全体マップにもですね、ちょっと記載があるんですけど、展望広場にはですね、なんとドラクエにも登場しそうな感じの塔があるんですね。公園側からもキャンプ場の方からもアクセスできるので行った方がいいですね。しかも桜も綺麗。四本堂公園キャンプ場はですね、露付きのサイトと露付きじゃないサイトがあります。露付きサイトだと、この囲まれた炉の中だとですね、なんと直火が楽しめるんですね。今回は露付きサイトが予約できたので、炉の中にですね、転がっている石を組み上げてかまどを組んでみました。石が
グラグラしないように極力水平にかまどを組んでいきましょう。完成。カレーの出来上がり。夜はですね、ちょっとかまど調理で、晩ご飯をいただきました。まとめです。春の時期はですね、海も見えて桜も見えて、お花見キャンプには最高です。タイミングが合えば対岸からハウステンボスの花火が見えます。端っこのサイトはですね、ちょっとあの木々が茂ってて眺めがあんまりよろしくないのでちょっと注意です。夜中のちょっとグルキャンのですね、騒ぎ声がちょっとうるさかったのがちょっと残念でした。露付きサイトにもかかわらずですね、結構あの芝生を焦がしてる跡なんかが見られたのもちょっと残念ですね。海も桜もあるんでですね、春夏はですね、すごくいいキャンプ場だと思います。特にね、あのお花見シーズン最高です。海も見えて桜も見えて、しかも神コスパっていうですね、長崎県西海市の四本堂公園キャンプ場、非常におすすめです。こちらの紹介動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。